とエンゼルモン賞が出ないじゃ。どうもマルベリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。2018年3月19日月曜日14時ぐらいですかね。デスタムはギガ伝説級、やっぱり第2形態も来ましたねということでございます。一応詳しく見ますが、まあランドスパーク超ギガインパクトでね、過去にも来てたギミックという感じで、デスタムアモン賞に関しては1形態目とね基本は変わらないというスタイルでございました。で今回もまあできる限りほぼ初見というかね、2回目ぐらいのチャレンジなんですが、また賢者駆使してね、ジバリアとデインとホノブレス、ここをカバーすればっていう感じですね。で、まあ、ヨナズンでバンバンぶっ放して、その後物理で削るっていう、1形態目の方を踏襲できた方が、まあ、周回しやすいかなと思って、この編成でやってみたいと思います。物理の方の装備も一応確認しますが、今回、黄金竜兜を使ってます。で、黄金竜鎧上に、コック、バ、勇者、アトモス、バランという感じで、あと、休みも一応あるんでね。で、水星落としでまた火力上げの疑似、黄金竜斧パターンのね、黄金竜土で、で、湧き立つ2枚っていう感じですね。紋章は物理の方をしっかり積んでいる感じでございます。で、ショックあるんですが、マンセットでね、ショックは 90% 耐性に、1個装備で、まあ、休み体制あるとね、より間違いなくショックは受けないかなっていうところでしょう。まあ、2回目なので、足からず。お、ディヴァイン有効なのかな、今回。ディヴァイン有効だったらディヴァイン入ってからやろうかい。ブッシャーン。第2形態デスタムアちゃんが出てくると。だまあ、これが来たってことは第3形態も来るっていうね、振りだとは思うんですけど。ディヴァちょっと今回積んで、1枚しか積んでなかったんで、まあ1枚でいきましょう。どうしたらディヴァ2枚あった方がいいのかもしれないですけど。まあ入る入んないもあるんで、とりあえず連続呪文ぶっ放しちゃいましょう。なずんなずん、烈風と合わせて4コンボ5コンボ6コンボまでいくか、違う7コンボまでいくね。暴走していく、いいね。おっと今ディバーコンボだったのかな。で一応一発ランスパ受けれるみたいなので、ランドスパークまで受けてみます。で守備ダウン、あ、守備アップと守備ダウン両方入っていくみたいなんで、まあ、一応賢者リソース補助特技1枚入るんで、私はメーカーブレス今回持ってきてみました。あんま意味ないかもしれないですけどね。荷上げ入るまでギリギリ待ってもいいんだけど、灼熱で死んじゃうかもしれん。耐えていけ、うう耐えていく。でメーカーで一応剥がせるだけ剥がしときましょう。超ギガインパクトまで受けたら多分耐えれないので、でグラにスイッチして、そうすると超ギガインパクト前にガードが間に合うとかっていうスーパープレイになるはずなんだが間に合っていくか。ガード打ったが超早入って、回復入って、間に合っていく。でこっから黄金竜鎧上のね効果をうまく使いながら、一応ショック耐性に勇者盾で来ているんで火力上げも1入ってくれたんだけど、すぐ切れた一瞬で切れたな。どんだけ。で、水星落としで、疑似黄金竜斧ですね。火力上げ。100% じゃないんでね。で、相手も守備、相手の守備アップとこっちの守備ダウンが入っていく格好になるので、火力上げが入んないとなかなかダメージ取っていかないみたいな感じですね。で、ランスパがジバリアですね。水星落とし、火力上げならず。ルカなんで守備ダウン。まあこれもあるんでね、やっぱ黄金竜上でね、ガードしながらダメージ軽減できていくのはかなり大きいかなという感じですね。黄金竜上なかったら結構大変だねっていう感じと、あとイオンも今回抜群でね、あとジバリアもデスタマン第2形態の方は抜群になるみたいですね。で、灼熱。ダメージ大きいんですよね。耐性持ってガードしてるからこんな感じですけど、耐性ガードなしだとかなりダメージあるっすね、これだとね。で、これで守備上げ2入っちゃったんで、こっちも1本ぐらいは火力上げ入れたいですね。勇者盾入れ直して、回復&ガードが切れそうなんで、あ、いいっすね。バイキー入れて、ランスパ受けて、で、水星落としでもう一丁火力上げが入ってくれると安易や、どうだね。超ギガインパクト前にレオさんは一発撃って死ぬ感じかな。シュドン、いいダメージ。火力上げ2入ってましたからね。こっちも火力上げは入っているぜ。1上げ、2上げになってほしい。ルカナン守備ダウン。これの繰り返しっすね。こっちの守備ダウンが入って相手がスカラで守備上げをしてくるっていう状態ですね。超ギガインパクツツシャン。
やばい。あ、完全と立ち向かっていく。そうっすね。これもあるから完全っていうか、黄金竜頭良さそうっすね。まあ、火力上げ入ってなくても一応ダメージは通るっちゃ通るっすね。ただ、荷上げが成立してると、今回は黄金竜土っていうか、黄金竜追土毎回どっちか忘れちゃうんだけど、黄金竜ハンマーじゃなくても良さそうですね。ジバリアが抜群なんで、黄金竜斧がある人は、黄金竜斧のジバリア抜群で、火力上げ狙っていくスタイルが一番良さそうですね。お疲れー。ということで、まあ今回も6ターン撃破ですけど、このパターンでやればまあ安定的に、前回のやり方ちょっと引き継ぎながら、装備ね、一部、氷ブレスと、炎ブレス、あとなんだっけ、イオか、を注意してたやつを、今度はジバリア、炎ブレス、デインにスイッチして、あとの立ち回りは変わらずっていう形にすると、前回のまんまの流れでね、できるんで、おすすめかなということでございます。まあ、高速周回に関してはね、もうちょっといい方法多分あって、6ターン以下とかで全然倒しきれるとは思うんですが、まあ、デスタン2形態目は、とりあえずっていう感じですね。1形態目の方が魔法カンタとかあった分、ちょっと厄介だったかなっていう感じで。で、おそらく、また、2形態になったとしても、ゴールドエンゼルモンはね、ここで、ゴールドエンゼルモンってポケモンみたいになっちゃう。ゴールドエンゼルモン賞はね、ドロップするんではないかなと思いますので、皆さんもご参考にしてみてください。ということで、今夜は、最終告知になりますね。21時から、3月19日の21時からみーちゃんさんとゲストライブ第2回がございますので、そちらもご期待くださいということでございましたが、ちょっと補足でございます。プレイ動画はほぼ初見で、まあ、耐性装備重視といいますかね、耐性装備の炎ブレス、デイン、ジバリアがね、分かりやすく装備しておりましたが、実際おすすめは今回も光かぶとかもしれません。前回の第一形態の時も光かぶと黄金竜鎧上で体下のところに天空した縦天空盾で紋章アクセンに異様耐性とかっていう形でやってたんですけど、そこから必要耐性だけパッと変えられて、黒馬に変えてね、あと勇者盾一応ショック1本積んでアトモスバランみたいな感じにすると、第一形態のデスタムーアからね、装備すぐ切り替えられるっていうのもあるんですが、あのプレイ中の道中でですね、火力上げすぐ落ちたとかって言ってたんですけど、あれ超ギガインパクトの効果ですね。超ギガインパクトが打ち消し効果もあるので、火力上がっても超ギガインパクトで火力アップが消えちゃうという現象も出てくるんで、光兜をつけていれば打ち消し効果無効にするので、火力上げずっと継続できるっていう感じですね。こっちで周回した方が圧倒的に早かったですね。やっぱ火力上げがちゃんと入ってないとダメージはね、出にくくなるっていうのは力がある分ね、こっちがね、冥界ブレス複数持ちとかだとあんまり意識しなくてもいいかもしれないんですけど、この編成でまあ4賢者とかでね、最初ぶっ放して、あと火力出して安定的に削れば2ターンクリアも可能でございました。平均的にまあ2から4ターンぐらいになるんですかね。全然メンツ揃ってね、頑張ってこう最速目指せば多分1ターンクリアもできるのかなっていうぐらいで、ガンガンね、火力光兜とあと賢者今回も駆使して、あと必要耐性をデスタムーアの第一形態から第二形態より変えてガンガンやっていくという感じにしていただければなと思っております。まあ、ちょっと最近ね、ガチ装備での攻略でね、高速周回用とかの動画が多いんで、無課金編成用の動画とかもちょっと上げたいなと思っておりますが、またそれはね、別動画でお届けできればなと思っております。ということで、今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。